私の方は2点補足させていただきたいというふうに思います。まず、まあ、繰り返しになるんですけれども、現場は本当に収束全然してないです。何をしているかというと、まあ、この2年間何をしてきたかというと、溶け落ちたメルトダウンした核燃料をとにかく冷やさなくちゃいけないと。だから水を入れてる。でもその水がどんどん漏れてるわけですよ。だからどんどん汚染水が増えていくと。でそれをひたすらタンクに溜めてきた。でそれが漏れてきてると。それ以外何もやってないわけですよ。まあ建屋はカバーで覆ったりはしてますけれども、肝心要のその漏れてるとこを塞いで燃料を取り出さない限り廃炉にはならないわけですね。でもその溶け落ちたその原子炉の中がどういう状況になってるかすらまだ何もほとんど分かってないという状況で、実際は自己収束に向けてほとんど手がつ肝心なところには手がついてないというのが今のこれまでのところですね。だから今の状況ではいつまでたっても収束しないというか、せめてこう現状維持、汚染水をなんとかコントロールするしかできないというのが現場の人の感覚で、一体いつになったら、まあ、政府は30年40年出してるんですけれども、全くその手がかりはまだつかめてないという状況だということです。それでそういう状況にもかかわらず、今現場どうかというと、このままでは働く人がいなくなってしまうと。もう事故から2年経ちました。現場を知っている、長年原発で働いてきた技術者だったり熟練の労働者っていうのはかなり天量も高くなってきてですね、5年の100ミリシーベルトに引っかかってきてるんですね。あと3年誰がやるんだという状況になってきてるわけです。でも東電や元請けに聞くとですね、作業員不足するんじゃないですかって聞くと、大丈夫ですと、数は集まりますというわけです。確かに数は集められますよ。全国に募集かければ東京でコンビニでバイトするよりかはですね、原発で働いた方が批判されていても良かったりするわけです。そこに行く人がいますよね。数を集めることができても、実際に現場を知っている、ましてこれからある建屋の中を知っている人っていうのは非常に限られてるわけですよ。そういう人がどんどん働けなくなってきて、しかも、被曝量だけは10倍になっているにもかかわらず、その賃金はですね、自己前より低くなってるんでは、何も働くメリットというかですね、働こうというふうにならないわけですね。どんどんそういう熟練の人が現場から離れていってしまうと。このままでは本当にいつまでたっても収束できないという状況が一番こう、現場のこう熟練労働者技術者の人たちが心配しているところなので、そこをもう一刻も早くですね、改善をしていかなければいけないと。例えば具体的にはですね、その線量がパンクしてもその後ちゃんと5年間仕事が続くようなその生活の保障とかですね、そういったものを含めて制度設計、制度を作っていく必要があるなということです。で、あとはですね、もう一つ、補足したい点はですね、再稼働が今自民党は、アベノミクスの中にこう再稼働を位置づけて、いて、再稼働をどんどん進めていく方向ですけれども、さっき3月24日に関電工っていう、まあ、電気工事を専門とする会社が3号機のタービン地下で汚染水200ミリシーベルト、表面で200ミリシーベルトあるところで、2000でしたっけ、2000ですね、2000ミリシーベルトあるところで作業したっていう話があったんですけれども、3人が作業していたんですが、そのうち2人は関電工の社員で、現場経験が非常に長い、要は原発、福島第一原発を熟知している人なんですね。だからいかに放射線が危険かとか、そういうことも分かってるわけです。で僕は分かるのは、当時私実際入ってた東電社員とかですね、人に聞いても、もうある意味地元出身で、この事故を一刻も早く抑えてですね、みんながまたこの地域で住めるようになるためには、自分は200ミリあびようが500ミリあびようが1000ミリあびようが、まあ極端な話、まあ死んでもですねやるんだっていう人は確かにいたんですよ。そういう人がいたからこそ、収束作業直後のですね、非常に危険な中で作業する人がいたっていうのは事実としてあるわけです。でそこで思うのはですね、ただそれはたまたまいたんですよね、そういう人が。当時菅首相が死んでもやれって言ったわけですよ、東京電力の本店に行って。でもそんなこと、どういう権限でそういうことを言ってるのかっていう話なんですよね。今の企業、民間企業である東京電力であり、また関電工などいろんな企業が日立や東芝入ってますけれども、労働者にお前死んでこいと、死ぬかもしれないけどそれやれっていうふうに命じる権限なんかないわけですよ。たまたまあの時に、その自分は被爆してもいいから、でもこのケーブルを繋いでくると、誰かがやらなくちゃいけないから自分がやるという人がいたから、なんとかできたわけですね。今再稼働で新基準作って、いろんな免震灯とか非常用電源を地下じゃなくて上に上げるとか、いろんなハード面ではいろんなこと言われてますけれども、実際にそこで働く人がいなければ
どんなにいろんな装備を準備しても、自己収束っていうのはできない、自己対応ってできないわけですよね。そういう意味で原発っていうのは、いざ事故が起これば誰かが死ぬ覚悟をして行かざるを得ないっていうものなんだと。でそれを本当にそれを制度的に対応するんであれば、例えば、チェルノブイリのロシアの軍人じゃないですけど、もう契約時点であなたはもう逃げられないんだと、もう死を自覚して抑えなきゃいけない、行かなきゃいけないんだっていうことを、やらないと、それはもうあくまでも一人一人の自覚っていうか、自分はそのふるさとのために、被爆してもいいから行くんだっていう人がたまたま福島でいたからできたことで、他のところで、しかも今度事故起こったらですね、今の福島を見てるわけですよ。行ったって何の生活の保障もない、賃金も危険手当ももらえない、待遇も悪いじゃん、誰が行くんですかっていうのが、今の、福島第一原発で働いてる人に聞いてもですね、じゃあ2回目同じことが今また福島で大きな地震があってですね、津波が襲ってきたと、どうするかって言ったら、もう自分は真っ先に逃げるよと。だからいつも車の、ガソリンは満タンにしてるんだと、いつでも逃げられるように、何のメリットもないわけですよ。だからそういう意味で今再稼働の議論もされてますけれども、そういう ところが全く人の目ですね、が抜け落ちたまんま進んでいってるっていうのはあるんではないかなと。だから本当にその、事故が起きなくても多くの人が被爆しないと原発を動かせないと、被爆するってことは20年30年先に白血病になったりがんになったり、そういうことでリスクを背負いながら働いてると。いざ事故になればですね、それこそそういう10年20年先じゃなくて、今次の瞬間この現場に入ったら自分は死ぬかもしれないということを覚悟しないとその事故を抑えられない、そういうものが原発なんだと。これも続けていっていいのかっていうことを、エネルギー問題だけじゃなくてですね、労働者の人権っていう観点からも、議論していく必要があるんじゃないかなというふうに思います。以上です。